最終日、はい、最終組、はい、特別な一日だったと思うんですが、はい、どんな18ホールでした？なんか昨日からこう最終組でもあるのはすごい楽しみにしてたんですけど、自分の中で思った以上にそこまで緊張はしてなくて、結構いつも通りのテンションで朝を迎えることができたんですけど、まあ、スタートからバーディー取れて、まあ、いけるって思ってた時に次のホールでパー5でボギー打っちゃって、でなんかもうそこからがリズムをつかめずにどんどんこう悪い方に行っちゃった感じはしますね。やっぱり最終組って特別でした？なんかでもギャラリーの方もいないですし、そんなにこう自分の中で最終組で回ってるって感じはあまりしなかったです。はい、そうです、はい、あの17番でいいリベンジしましたね。そうですね17番は、まあはい、バーディー取れたのはすごい、あんなに気持ちよく入ったのは多分今日初めてなので、はい、すごい気持ちよかったです。今日の経験を次以降どうやって生かしていきたいですか？やっぱり2日目トップに立って最終日を迎えるってなると、気持ちのその保たせる方法っていうか、やっぱり今日もトップだからってちょっとなんかやっぱいつもより余計なことを考えてた感じがするので、そこをいかに自分自身の目標をしっかり設定して周りを気にせずにゴルフできるかっていうのも大事だなって学べましたし、やっぱり最終日最終組で回れたのはすごいいい勉強になりました。本当にこうやって試合数が少ない中、出れない選手も多い中で、まあ、貴重なチャンスをいただいて、それをトップにいながらもこうやって落ちたのはすごく残念なんですけど、自分の中でもがっかりしてるんですけど、そのおかげですごいいろんなものも学べたので、はい、本当に感謝したいです。